東京おいでよ、そしたら。いやもうほんまに早く上京したい、もう。すればいいじゃん。いや、でも今探してるんですよ、物件を。あ、探してんの？ずっと探してて、夏ぐらいに良さそうな見つかったんですけど、うん、その、あ、いいじゃん。回線的な話が、ここ絶対弱いなってのが発覚したんで、てか、そもそも強い回線引けないことが発覚したんで。あー、なるほどね。ダメだーって。でも回線、運ゲーだからな、いやそうなんですよね、マジで。正直。例えば、マオさん、ご飯おごったんですか？まだおごれてないよ。だって、伊豆が来ないんだもん。いや、でも、この前あれやったんですよね。うん、そう、この前自分の配信で喋ってたんですけど、あの店で完結するつもりが僕あんまりなくて、もともと。あの店？あの、5人でご飯食べに行ったじゃないですか、この前。ああ、はいはいはい。そう、あれ、なんか、つなぎの店の予定やって、うん。奈々子さんとマオさん合流したら、なんか、そこそこいいお店の方向行こうかなと思ったら、まあそこで完結しちゃったんで。うん。そう。いいとこ行ったら、そう、マオさんにおごってもらおうと思ってたけど。全然いいよ。高いや。そうか。高いや。そういえば、あの時そうだ。そうですね、よくわからん。なんか、うん、変なビルの4階ぐらいまで上がって。あれ、東京に2000店舗ぐらいあるから、ああいう店。全部同じ味が。でも全部同じ味がするけど、正直、あの二次会とかあそこでいいから、もうお腹いっぱいになってた。いや、まあ、だらだら喋るだけやったら。そうそう、酒だけ飲めればいいから。じゃあもう今から物件探しなよ。探しますよ。いやもうなんか防音も、いやなんか悩んでるのが防音室を導入するか、ある程度防音しっかりしてるとこにするのか、どっちの方がいいんかなと思って。割とね、その物件って運ゲーが多いんだけど、うん、家賃の家賃とかはもうやっぱ伊豆ぐらいになると50万ぐらいとかしてる、うん、じゃあいいんすか、真央さん、それあの反撃食らいますよ、うん、僕から。僕のチャンネル規模で50万ってことは、真央さんにっていう関西になりますけど、大丈夫です、うん、俺だって隣の隣ヒカキンさん住んでるよ。ブンブン、おい。ブンブン、おいって言ってくるんですか、ヒカキンさん。ブンブン、おい。おい、おい、ブンブンって言ってるよ、いつも。たますね。どっちかっていうと、バイク、川崎バイクに近いよ、今。ブンブン。やつ。いやそう、家賃に縛りない。え、なんか、はい。状況の目的はもう東京でみんながイチャイチャしてるのが嫉妬で狂いそうだから引っ越したいな。まあシンプルにそうですね。そっちにやっぱ知り合いが多いっていうのは、そのまあ YouTuber でご飯食べていくんやったら基本コラボとのこととかそういうこと考えるとやっぱりそっちの方がいいし、うん、何かしらイベントをそれこそなんか高田村ポップアップスターとかあったじゃないですか。ああいうのも基本東京で開かれるんで、そうだね。いちいち行くのがちょっと遠すぎて、うん、まあそっちに住んでる方が楽やなーっていうのが。じゃあ引っ越してきて遊ぼうよ。いやめっちゃ遊びましょう。もう本当に僕めちゃくちゃ運動行くんで。ね、なんかね、俺すごいその気軽に動画撮れるようになったからさ。外のなんかあの昔その外で動画撮るって抵抗あったんだけど。はいはいはい、はい。あのトリッピーってやつがいて、そうあの一緒にあの秋葉原とかで動画撮ったりしてたら、はいはいはい、外で撮るのも行けるようになったから。許可取れるところとかあったら撮りたいよね。はいはいはい、あ引っ越そうよ。引っ越しますよ。 いつ引っ越すの？引っ越しますよって言ってるけど行動に移してないんじゃないの？い忙しいって理由にして探そうとしてるけど、まあちょこっと見てあまあないからまあ今は時じゃないのかなって思ってどん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 遅れていって引っ越さなくなるよ。いやそう、じゃあいつやんの？いや今でしょもう。あじゃあやって、ほら今です。探そう。年内に引っ越し、いや8月に引っ越したかったんですよね、夏に。本当に8月に。え、家賃どんぐらいで探してんの？家賃でも8万から10万とかかなってイメージですけど。1K ぐらいにすんの？ 1K か、まあ、や、まあ、1K は、まあ、LDK とかも行けそうなんで、8から10やったら。場所によるけど、駅地下とかではもう全然なくていいの？あ、もう全然僕、そんな大丈夫ですね。でも、防音室導入しました動画撮りたくない？いや、それもわかるんすよね。で、防音室最強じゃないですか、導入さえできたら。あれめちゃくちゃワクワクするよな、マジで。超かっこいいもんな、あれ。いやほんまにそうですよ。いやもうビクビクしながら何々の音って言いながら動画撮らなくて済むんで。ビクビクしてんだ。いやーでもこれなんだろうな、まあもうそしたら防音室買っちゃいなよ。早いっすよね結局。まあそうすると、うん、防音室って一室使うじゃないですか。そうだね、一室潰れるね。寝室、うん、一室でまあ人を呼べる部屋っていう3部屋いることになるんで、2L か、 2L ぐらいか、 2L になりますね。 2L、 まあ 2L ですね。
ってなると8から10どうやろなーって、うん、まあ辺境の地とかやったらありそうですけど、全然もう15ぐらいまで出そう。そしたら15まで、いや出すことはないっすけど、うん、うん、いやー15にしよう、15の部屋住もう。いやでも確かに15の部屋に住んだらそれ相応の頑張りをねするっていうのもありますもんね、うん、15払うために頑張ろうっつって、そうそう15にしよう、うん、やばちょっと埼玉で少しお値段を安くていいところが見つかるんであれば、あれ、まあ、四季とか浅香台とか、そうだね、あの多分ね浦和とかそっち側になると、はいはいはい、ちょっと最近地価上がってるから四季とか浅香台とかそっちあたりで一旦、まあ、JR とか近くなくていいんであればそっちの方が、まあでも浅香台とかも最近ちょっと結構発達しているので少し上がってはいますが営業されてんな。そうね、駅近でなくていいんであれば逆にお値段から探しちゃおうか。めっちゃ調べてくれてる。いやあのね、人の人ごとなの楽しいんだよねこういうのってね。わかる。そう、いやでもなんかもう決めなよ、ダメだよ今すぐ決めな。やば、先に先になるじゃん。じゃあ今日この配信で決めよう。うん、えぐ、配信しながら決めんのもえぐ、うん、じゃあここって言ってちゃんと出すから最後画像で賃貸で、まああとねその棒、俺その家探すときに、はい、配信やるから、はい、その必ず防音だけはって思いながら探してたら、うんうんうん、すっごい見つかんなかったよマジで。あのね、向こう側だるそうだったもん。なんかその防音について基本考えないからさ、基本的にはそのお隣さんとのトラブルにならない程度の聞こえ方だったらいいけどみたいな、あのそのぐらい程度だから俺たち、まあでも最近はちょっと増えてるのかもしれないけど、うんうんうん、その大声を出す物件って大声を出すっていう前提で作られてないからさ全部、はい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 、まあ、だから俺は探すときにあの楽器とかやりたいんですよねみたいな話をするんだけど、楽器はできないかなみたいなぐらいの感じ で、うんうんうん、で基本はそうだから、あの音大とかの近くに防音 あの物件みたいなやつはあるけど、はい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 、まあ、難しいよね。大体、あ、でも浦和だと大体 2L で12万。まあ、15だな、伊豆な。15だわ。まあ、さん、なんぼなんすか？うちはね、特定されるので言えないんですが、はい、いや、あの、そこまでめちゃくちゃ高いわけではないです。やのに人に15を進めようとしてると。15のとこ住んでほしい。で、15のとこ遊びに行きたい。それ行きたいだけじゃないですか。俺が15万かって。またバカにされるだけや俺これ。いやワクワクするじゃん。わかる。確かに15万の物件住んでみたいなって気持ちあるけど、多分1年ぐらい住んだら、うん、俺別に家から出へんし、これ10万とかでもよかったなってなりますよ絶対。いやでもね、正直あの防音にちゃんとしてるところっていうので探すんであれば15あればいけると思う。いやまあそうですね。そう逆。